せーの、下町上町中町でーす。始まりましたー。ってことで今日は何ですか？今日は夜中ー。はい、ということで今日はなんですけど、今11時半ということで、はい、めちゃくちゃ本当に夜なんですけど、いつもの嘘の夜じゃないです、本当の夜です。本当の夜なんですけど、ご飯を食べてないということで、地元に帰ってビリーザキッドに行こうと思います。うわ、やばい、手上げ。これやばいのよ。江戸川区民の人はみんな知ってると思うんだけど、千葉県とかにあるのかな、あれたち側だね。そう、千葉寄り側、千葉寄り側、うん、にビリーザキッドっていうステーキ屋さんがあるんですよ、うん、そこで深夜飯を、はい、食べていこうかなと思います。店舗によっては4時までやってるもんね。ほんとにビリーザキッドっていう、まあ正直言うとめっちゃうまいわけじゃないの。めっちゃうまいじゃん。じゃあそのさ、絶品とかさ、そういうジャンルじゃないけど、なぜか食べたくなるの。めっちゃ好きなんだけど。いや、俺もめっちゃ好きで。絶品だよ。絶品だよ。いや、でもその揚げすぎても、うん、高級な店とかじゃないの。あ、まあそれは、ね、高校生から行けるような、うん、お手軽な店で、だけどすごい美味しいステーキ屋で、もうそこに早速ちょっと行こうと思います、はい、で、たまたま今日運転手さんが体調崩しました、うん、で、花粉症で、うん、なんかもう頭痛いっていう感じで、うん、もしかしたらでも熱の可能性もあるの、うん、普通に、うん、だからちょっと運転手さんもお休みしてもらって、今家で寝てるので、ここから2人で運転しながら、うん、江戸川区に行きながらビリーザキッドに行こうと思います、はい、じゃあ行きましょうか。はい、お願いします。それではやっていこうとかやんないの？やりたい。いや、別にやりたくない。いや、お前がいいならやりたい。俺はやりたいけど、お前がなんかもういいよとか言いそうだったから。それではやってー、いこう。すごい気合入ってる、夜なのに。はい、オッケー。今日さ、カノ君の撮影だったの、うん、これ服…じゃあ、行ってるからもうここ全部カットだよ。あ、そっかそっか。じゃあ、じゃあこれだけ行ってもう一回行っていい、うん、帰ってこよう。一回帰ってこよう、うん。はーい、ちょっと帰ってきました。すみません、今日カノ君家に行ったの。カノ君の犬の2匹の匂いがあるから、うん、最初ずっと敵みたいな感じで、うん、ずっと威嚇された。マジで、うん、全身かかれて、うん、で、服を1枚脱いだの、うん、で、そしたら懐いた。テリーが結構あれだよね。そう、テリー他の犬、他の犬すごい NG だよね、うん、ノットだもん、こいつノットだもんね。ノットなの、他の犬ノットだから。なんか笑ってるみたいかな。あ、じゃあもう行こうか。うん、それではやって行くん、中町兄弟。はい、はい、ということでですね、はい、早速車でちょっと走ったんですけど、まあこれから江戸川に帰っていこうと思います、はい、お願いします。お願いします。まあ普通に撮影だけどビリー行けるは手上げだもんね。やばい、何年ぶりなんだろうよ。そのレベル、うん、そのレベル。あ、そのレベル系か。なんか正月帰った時に寄ったんだけど、ああやってなくて、うん、行けなくて。ちょっと待って、一応調べよう。いや、やってたよ。あ、やってた。でもネットにはやってありますって書いてあってやってなかったから。あ、そういうパターンね、うん、この間も行こうと思ったらその店舗やってなくて。マジで。え、今回は何店舗に行こうとしてる？西葛西。西葛店舗ね。まあ江戸川区なんで、やっぱ江戸川区のビリーに行こうかなと思います。いや、ビリーもね、あれ可愛いよね、店内可愛い。びっくりドンキー系。うん、そっち系。あのジャンゴーっていうか。でも本当ビリーの話したら、うん、マジでみんな知らないの。みんな知らない。マジで知らない。ビリーなんて、てかビリーって本当に千葉方面だけなの？調べたことあるんだけど、うん、新宿あたりまではあるんだよ、うん、新宿からこっち側、はいはいはい、しかない。逆に新宿にあんだ。こっち方面の人にはビリーぜひいっぱい行ってほしいね。しかもさ、あれ何がいいってさ、うん、めっちゃ深夜に食べるじゃん。そう、今からビリー行かねえでさ、車走らせてさ、行くやん。あとある場所がちょうどいいんだよね。そう、それがいいんだよね。やっぱ深夜のビリーっていうのが、サウナ終わりとかで行くのよ。 あれが最高。食後に出てくるさ、コーヒー、美味しくない？あのコーヒーはだってコーヒーじゃないもんね。コーヒーじゃない、あったかいお茶なの。だけどコーヒーなの。え、そう。俺らでも飲める。俺らコーヒー飲めないから。そう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 。だけど飲めるやつがあるんだよね。深夜3時までやってますか？4時とか3時までやってる、はい、まあ今日はね、3.11 の日なんですよ。あー、 3.11 の時はどんな感じだった？あや、あやは国語の授業受けてた。なるほどね。小学生？うん、俺中学生。あ、中学生か。中1。じゃあ結構鮮明に覚えてるっしょ。鮮明に覚えてる。特殊な状況だったから、3年生を送る会だったの。はいはいはい。で、俺なんか反省文を書いてて、うん、廊下に一人で書いてたの、うん、で、ドワーって揺れて、うん、先生がバーって走ってきて、うん、あの、中町一回体育館来いって言われて、うん、体育館行って、うん、みんなが椅子の下に頭やってるみたいな、うん、異様な光景を俺体育館入って一人で、うん、っていうのを見てるから衝撃的だったの、うんうん、あ、じゃあもうみんな集まってたんだ。みんな集まってた。じゃあよかったね。そう、たまたまね、ほんとたまたま3年生送る会だったから。あれはね、忘れちゃいけないね。なんか広島原発とかもさ、うん、やっぱ俺らってよくわかんないけどさ、うん、勉強とかさせられてたじゃん、うん、けどやっぱ 3.11 を経験してみて、うん、これは伝えなきゃダメだって、うん、下の知らない層にね、うん、思ったわ。で、俺今日ね、インスタのストーリーでこれをあげたのよ、うん、
なんであげようかなと思ったのは、毎年 3.11 のヤフーのあの募金が始まってからは毎年俺あげてんだよ、うん、毎年あげてんだけど、今回は特に気合い入れたというか、うん、よりみんなが釣られるようなことを投稿したのよ、うん、でなんでかっていうと、一件ね、朝起きた時に DM が来てたのよ、と私は震災で子供を2人失いましたみたいな、うん、でその時に大人になってたらあやちゃんと純平くんと同じ年ですみたいな、だからそのすごく自分の子供が亡くなっちゃったけど、そのなんかだからその2人を子供のように見てますみたいな、応援してますって言われて、俺もうすごい胸が苦しくなっちゃって、うわーと思って、で俺にできることなんだろうなと思った時に、やっぱまあその募金とかね、そういうのがあるから自分が隠さない役ついたからさ、去年よりも一昨年よりもね、だからちょっとより釣られるようになんだろうって考えた時に、やっぱ俺の彼女みんな気になるやん、だからその俺彼女できましたって言って、そのみんなが開きたいかなと思ってツイートしたのよ。だけどすごいまあ称賛というか、JP 素敵みたいなコメントもあったけど、やっぱその不謹慎っていうコメントもあったんですよ。ハッピーなことに関して釣るっていうのは、震災でなんか子供を亡くしたりする人からするとそんなハッピーなことじゃないからっていうので、まあちょっとね批判もあったんだけど、まあその上で結構なクリック数だと思う、うん、今見たけど6万クリックみたいな、あのリンク6万飛んでるみたいな、だから俺のツイートで、あ俺のインスタのストーリーでね、60万円募金されたもん。それってすごいいいことだし、なんか発信力を初めて一番いい使い方したんじゃないかなって思う感じだったから、まあ申し訳ないけどね、不快に思った人には。でも結果その震災の地域に60万円募金できたのは良かったなって、それでもう俺すごい胸が苦しくなっちゃってさ、やっぱそういう目線で YouTube を見てくれるんだっていう、うん、自分の娘息子も全く同じ関係でみたいな、すっごい長文で送られてきて、男女、うん、もう全く同じなんて、うん、だからね、みんなもね本当にねありがたみを感じた方がいいね、家族の、家族系ダメなんだよね、俺も家族系はもう本当にニュースとか世界仰天とかいろいろあるけど、家族系だけはもう本当にダメで、でマヤも TikTok で 3.11 のやつ流れてきて、号泣しました、うんね、でも TikTok のおかげでやっぱ 3.11 とかが一生、その言い方悪いけど廃れないというか、発信がね一生バズったりするから、動画がそういうので、まあ知らない人が知ってくれるのはね、いいことだよね。確かにその動画見たらもう募金しようでクリックしたもんね。うん、そうだよね。最近ハマってるドラマがあって、はいはいはい、ブラッシュオブライフっていうドラマがあったけど、めっちゃ面白い。何それ、日本のドラマ？この間見てたじゃん、あや、あああれあれあれだよね、助演女優賞取ったんだよ。あ、そう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 、そう、バカリズムさんが書いてるやつなんだけど、脚本ね、そう、めっちゃ面白くて、まず何が面白いって、内容自体も面白いんだけど、会話がすごいリアルなの。はいはいはい、女たちの会話が、例えばなんかこの女の子が不倫をしてますと、でもその女の子が気づいてないの、不倫に。どうやって伝えるみたいな、その女と友達がどうやってその子にその人結婚してるよって伝えるみたいな話の内容の時に、そのシチュエーションがすごいリアルだったりとか、はい、はい、でも本当に現実っぽいの、なんかドラマっぽくないってこと？いや、ドラマっぽいんだけど会話がリアルなの。はいはい、はい、なんかその綺麗な言葉とかじゃなくて、え、マジそうだよねとか、あーなるほどね、なんかその時に できた出来事の愚痴とかをリアルに書いてるから、女子の裏側をリアルに書いてる感じがして、わー、わかるこの会話みたいな。なるほどね、女子はすごい共感すんだよ。はい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 、それでなんか最近そのドラマを見てて、で自分だったらじゃあ人生もう一回ゼロからやり直すみたいな、死んじゃってゼロからまたやり直すみたいな話なんだけど、どこを修正してどうやって今の年に成長するかなって考えたの。はい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 、例えばそのドラマだったらあの時勉強しなかったから、あそこで勉強して、あそこで 何々を習って、こういう将来にするとか、そういうのをもう一回やり直せるわけ。なるほどね、そういうドラマなの。やり直していい方向に行くみたいな、生まれ変わるために頑張るみたいな感じなんだけど、自分だったらどうするかなって考えた時に、順平どうする？0歳からやり直して、今のこの将来があるわけ、でも他の選択もできるわけよ、例えばめっちゃ小さい時から勉強して、ちっちゃい時から二十何歳の頭脳なの、この脳のまま生きるってこと？そう、中身はね。はいはいはい、だったらどうする？もう何でもできるじゃん、生まれた瞬間から喋ることだってできるのよ。確かに天才になれることができるのよ、
純平だったんですよ。天才ぶらないかも。そのまま？そのまま天才ぶっちゃうとちょっと大変そうじゃない？いやでも天才ぶることによって成績が上がって、うん、いい大学とかに行けるわけよ。うん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 。だからその推薦とかでも、うん、勉強もバカっぽくする。ああ。だって東大行けるなら行きたいやん。なるほどね。ちっちゃい時から勉強して東大の。うん。その時から勉強してればもう東大行けるわけよ。うん。でも俺大学じゃないかもな。ないっす。俺が目指すところは。ちょっと考えさせて時間必要だこれ。あやだったら、うん、小さい時にバレー部じゃなくてバスケ部に入っとくとか、小さい時から矯正して、うん、可愛くなっとく、うん、とかイケメンに出会うように遊びまくるとか、うん、あーなるほどね。俺まず0歳だったら頭の形の矯正あれをちょっと親にあーやりたいやりたい促すだから親が寝てる間とかに頭矯正のチラシとかをちょっと入れてみたりとかしてあーそれいいね。頭の形絶対直したいから、うん、確かに。もし戻れるなら確かに、うん、だからそれは絶対。習い事とか前はしっかりやっときたいの。いろんなこと。俺でも楽譜を読めるようになりたいかも。あ、じゃあピアノとかやる。ピアノとかギターとか。あ、わかるわかる。もう今からは正直やる気になんないのよ、うん、特殊なスポーツやっとけばよかった。その空手とか。空手アイススケートとか。うん、そっち系。あ、それで言うと俺はキックボクシングかな。あ、いいね。子供の頃からやってたら、うん、ある程度は強くなると思う。確かに確かに。まあ才能とか努力とかはいろいろあるだろうけど、2歳からキックボクシング始めたらある程度強いし、なんか注目されるやん、うん、天才プロボクサーみたいな。だから格闘技やっちゃうかも俺。あー格闘技いいね。うん。あと小学生の頃から歌を出す。俺はもう将来の夢が歌手かお笑い芸人だったのよ。だから歌手12歳から始めてさ、12歳でなんでこんな歌詞書けんのってなるやん。あーレッスンとか行って。そう、歌も上手くなって。そしたらやっぱえぐい人生送れるんじゃないかなっていう。あ、じゃあ YouTuber じゃなくて歌手ってこと？ YouTube は絶対にやるけど、歌手になってもキックボクサーになっても何になっても YouTuber になれる？いや、なれないよ。なんで？だってまずあやが違う人生かもしんない。あやがユーチューバーじゃないかもしれない。あーでもそれ誘う。え、一般人だよ。え、待って、これあやは生まれた時にじゅんぺーってなってんの？え、どういうこと？だってさ、今の脳で蘇るわけじゃん、0歳に。どうなってんの俺らの関係は。あやは普通、いつもの人生。あー、いつもの人生。うん。え、でもそしたらミスコンに行くってことだよね。ミスコン行く。じゃあいいじゃん、いいじゃん、いいじゃん。いいの？いいんじゃない、いいんじゃない。そんなん言ったら俺めっちゃあるんだけど。でも結局そのドラマを見てて、うん、いや自分だったら全く同じ人生生きるなと思うんだよね。今着地25歳でこうなってなかったら嫌だ。今が本当に幸せだから。そう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 。やっぱり過去に戻って何かした作用で、うん、今の現在が変わっちゃうなら俺は戻んなくていいから。あ、戻んなくていい。それぐらい今幸せだから。戻りたくないと思ったもん。そうだから僕たちは戻りません。その戻れる機会があってもね。でもすごい面白いなと思って、それ考えて寝るのが最近好きなの。あーなるほどね。小さい時の思い出とか蘇して、うん、例えばあやだったらそのドラマの中でもあるんだけど、死んじゃう人を助けるっていうシーンがあるんだけど、あや、うん、も幼稚園の時に死んじゃった友達がいるから、うん、その子を死なさせないように。なるほどね。死向けたりしたいなと思うし、そういろいろだからそのバレエの発表会でうんこ漏らした時とかも、うん、絶対うんこ漏らさないようにするとか、うん、なるほどね。自分の失敗。ああそれ俺もだとじゃあカミソリで10円ハゲ作らないよ。そう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 。そこらへん些細なことはやるわ。そう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 。それが前歯打って黒くなっちゃったっていうのを、うんうん、そこで滑らないように走らないようにするとか、うん、そういうのもやっていきたいなと。確かにそういうのはやってこうね。そうやってこう。その未来がそんな変わんない系。あと人の未来が変わるのはまたいいやん。その死んじゃう人を助けたりとか、うんうん、それはいいと思うけど。純平はさ、うん、もしさやり直すってなってもさ、うん、その江戸川のさやからたちと絡む。絡む。やからの遊びをしてたから高校とかでも人気者だったっていうのはあるのよ。あやっぱりみんながなんかちょっと人も置いてくれてたから、だからあの立ち位置とか全然いいかなと。あとは高校1年生の時尖りすぎて1年間あの高校の人と遊ばなかったのに、あそれやめる。あの高校のみんなと仲良くする。高2の2学期からだから俺学校に馴染んだの。それまではやっぱり学校の前にバイクとかで友達が迎えに来たりさ。あー分かる。してるからやっぱみんなも嫌なのよ。で俺に関わりたくないし、俺も別に高校のやつらと遊びたくないっていう感じだったから。俺ら最強。それがかっこいいと思ってたよね、うん、学校の前に迎えに来てもらうの。そうあれかっこ悪いから。わかる。なんかでもさ友達がさ子供できちゃった時とかさ、その当時はねマジでヤバいみたいな、うん、どうしようみたいな感じなわけよ、うん、うちらもさ止めてたわけ、うん、今だったらその子たちが今存在してるわけよ、うん、どうすんだろうと思って。止められないじゃん、うん、その子たちと遊べてるのもさそこで産むって決めたから会えてるわけだし、うん、止めるのが
正解なのか、正解なのか止めないのが正解なのか、いやー複雑だね。子供の顔見ちゃってたら、そう、うん、その当時は絶対止めたかった派だもんね。そう止めてたし、ちゃんと考えなみたいな、うん、見たい気持ちも分かるけどみたいな、うん、もうみんなですもう泣きながらさ、うん、言うわけよ、うん、今だったら、うん、みんなとか言っちゃいそう、見ちゃってるから、うん、その子たちを。そうね、命系はむずいよな。ぶっちゃけ死んじゃった人を止めて生きてる世界線にするってことも、多分タイムリープ系ってさしちゃいけないことじゃん。うん、そうね、未来を変えちゃうからというのはあるよね。確かに、っていうドラママジで見て、ほんと人生においていろいろ考えるから。うん、います。今の生き方とか、それは流行ってんの？流行ってる。います。撮影があってさ、みんなで、うん、あやたちのマネージャーもいたのね、うん、にちえちゃんがさ、うん、あのあやちゃんと一緒に喋ってたあのスタッフさん誰、うん、みたいな言われて、うん、あ、うちのマネージャーだよ、うん、って言ったら、へー、イケメンみんなから東海オンエアのりょうくんに似てる。あ、似てるかも。みんな言ってる。確かに似てるっしょ。うん、今思えば感謝感謝祭の時にもいたのよ、うん、で、そういう時にみんなりょうくん似てるって。確かに、きりたんぽとか、もう、え、りょうくんに似てるって言って話してたから。マジで純平の友達をイケメンとして見たことがなかったからさ、うん、あ、そうなんだって感じだ。あれ、イケメンなの？かっこいいと思うよ。別に学生時代からずっと思っててた。そうなんだ。ある程度その大モテとか、うん、学校一時とかのイケメンとかのジャンルではないけど、うん、ずっと思っててたし。そう、あやのさ、うん、スタッフでイケメンって今までいなかったじゃん。え、でもさ、意外と二人ともね、多分世間一般からしたらイケメンだと思うよ。そっか、全然かっこいいもん。そう、だからなんか初めて言われたからちょっと嬉しくなった。ああ、まあ嬉しいよね、うん、本当にそれは俺らでも言ってて、俺らについてくるマネージャーとかがイケてない芋な感じだとダサく見えるから、事務所が。その同級生も髪型とか整えて、服装とかもまあ俺が上げたりそのしてちょっとしっかりして来るように言ってる現場に。あ、そうなんだ、うん、だってさ、 TGC の裏とかってさ、本当に何してるか分かんないイケてる大人とかかっこいい人多くない？多い。マネージャーってイケメン多いよな。でもマジで多いと思う。でもそういうことだと思うよ、うん、窓口ってやっぱ清潔感あって喋ってていい感じの人の方がいいから。うん、ヘイフラのマネージャーって動画出てるもんね。うん、ヘイフラのマネージャーイケメン。イケメンだよね、うん、だからなんかみんなイケメン。そう、なんで？ああなってって俺言ってんの。あーね、うん、あれは本当に理想の会社の形。すごい美人よね、みんな、うん、女の人も可愛いし、可愛いし、しっかりちゃんとワックスをつけてる、男性が。それは大事。あ、そうなんだ。うん、言ってないですよ。空っぽだったわよ。言ってないですよ。ゲップあなたですからあなたの匂いもゼロだったし着いた。着きましたい。これさ、ドライブの時にさ、ちょうどいいよね、江戸川区って。江戸川区ちょうどいい。だからこれ30分ぐらいじゃない、ちょうど。え、やってるよね。え、電気はついてるけど一瞬見てきて。分かった、さすがに。あ、走ってます、走ってます。動画映ってないのに無邪気に走ってますよやってます。あ、出たよねしかも客ゼロ。あ、マジで、うん、最高。てかさ、もっとエモガークしてかない？俺ら。だってさ、相当知ってるやん、夜中にいろんなところ行けるの。けど言うてないよ。大敬遠か、ビリーか、あとはまあスポコとかもあるやん。かわいいはい、着きました。あ、よかったよかった、こっちだった。さすがにか、さすがに今日こっちじゃないか。はい、ということで、これから、ビリーの中に入っていこうと思います。はい、それではやって行こう。こちらになります。トゥントゥルー。誰もいない、見て、誰でもいない。友達よくも飲みに行ってんだけど、今日覗きに行ってみようか。逆にねこんな感じ、もうインディアン感出てるっしょ。ちょっとこんな感じです。メニューはこんな感じです。そんな高くないっしょ、こんな感じ。それ入ってきます。すいません。はい、あの撮影ってしてもいいですかね。撮影ちょっと待ってね。さまじくんも仕事なんで。お、知ってる。うわ、嬉しい、めっちゃ嬉しい。すげえじゃねえ南行にも来るよね、妹さん。あ、はい、南行来てる、あ、やっぱそうですか。僕地元江戸川区で。え、そうなんですね。なんで、はい、江戸川区の一応あの観光大使とかアンバサダーもやらせていただいてるんで、はい、マジです。ちなみにすいません、すいません、お願いします。好きなとこ使って、全部使ってもいい。ありがとうございます店内映してもいいですか。もちろんです。ビリーザキッドの店内こんな感じです。やばい、めっちゃ下に住んでる。見てこのインディアン感。ここでいくか。すごいっしょ。よかった、江戸川区で。ね、あったかいっしょ、江戸川区。これ最高。誰もいないんだね、土曜日なのに。ね、なん
でんのかみんな。みんな飲んでるね。てかビリーはもうちょい後から来るのよ。飲み終わりに来るから。食事は1時間以内。そう、ここ回転率が大事だからビリーでは長居しちゃダメだよ。で、あやがいつも頼むのはキットステーキだね。キットステーキだね、うん、多分俺もうテキサス450とかいっちゃおうかな。450はきついんじゃん。あ、でも確かに知ってるって言ってくれて残せない残せない絶対残せないもん、うん、それキットステーキにしようか。え、でもテキサスにしたら325万ってあるキットの325万でしょ。僕たちが今日来てるのは西葛西のビリーなんで。てかさ、江戸川区のお店にはさサインとかさ逆に置いてもらわないのかとかね。だって江戸川区上げてきたくない。まあまあまあ、だから自分たちでも色紙とか持ち歩いてて。いや、それはやばい。江戸川区の店で全部置いてもらおう。え、そっちの方が良くない？何の良くない？みんな嬉しくない？え、みんな嬉しくない？それってで、自分も江戸川区の店に色紙が貼ってるの嬉しいもん。え、なんかよく行く店とかないの？順平が江戸川区で。でもラーメンかな。どこのラーメン？新小岩。でも江戸川区じゃないのよ。高校がね、新小岩の近くだったから有名なんだけど、一棟ってとこ知ってる？あー、聞いたことある。うんうん、カップラーメンとかも出てて、すごい有名なラーメン屋は新小岩なんだ。俺はあと葛西にあるおとどっていうラーメン屋あんの。それ塾帰りに毎日行ってた。あとは葛西にある500円弁当知らない？黄色い。さっきあったね。あ、さっきあった24時間のね。あそこやばいんすよ。あそこやばい。え、マジで超安い。マジ超安い、超うまい。え、そうなの？ほんとに。で、そこはどんな人が使うかってトラックの運転手さんがめっちゃ多いの。そう、でもいつも行列っていうか。そうそう、行列、ほんとに行列してる。夜中でもな、人絶対いるな、そこ、うん、あそこすごいよね。すごい。あとどこ行ってた？あやはね、江戸川くん、名前思い出せない。思い出せないです。あ、じゃあもうこの話は。あ、もんじゃもんじゃ、あそこの、あそこだよ、あそこあそこあそこ。もう分かるしよ、分かるしよ、分かるしよ。名前何、名前何。あそこね、絶対に名前出てこないで、有名なもんじゃ。絶対に名前出てこないよ。絶対名前出てこないよ。頑張っても絶対出てこないよ。月島？違う、あそこだよ、分かるしよ。あの、ゲオの隣の。名前は絶対出てこないよ。しかもあそこの名前変わりました。昔の名前も出てこないしよ。あそこ絶対出てこないよ。もう無理だよ。俺も出てこない。調べて絶対に名前が覚えられないもんじゃ屋で有名なの。船堀もんじゃとかから出てるかな。船堀もんじゃで出てくる。絶対今の名前はもんじゃ店ってなってるんだよ。ここ美味しいよね、めっちゃ。ここ美味しいの。でも一つあの難点があって、満席の時換気扇と煙の量が見合ってなくてもう前見えない。もう俺泣きながら食べたもん一回。友達といた時にもう煙すぎて満席で。あそこ大勢で来るよね。うん、みんな大勢で来る。その地元の建築家の社長さんと従業員とか、うん、そういう地元に愛されてる系のもんじゃやだね。見てください、ビリーはこのニンニクがキーマンというか、うまいね。これを男子はもうガッツリガッツリガッツリ。女も行かないとね。ここで行かない女。そう、行かない女はマジで。いや、ちょっとあのもう本当に良くない。無駄なプライドだよね。やばい、ガチやばい。見てこれ、やばいよ。あ、早く食べたいからそのにちゃちゃっと。あ、やっぱ熱っ。あ、ということで、せーの、いただきます。もらうなのか。うん、まあ江戸川の女とかもらわないもんね。うん、もらわない。ニンニク、ニンニクよこせ、ニンニクよこせ。あ、よこすから。ちょっと待って、まずバター伸ばせ。これね、絶対まだ、まずバターを伸ばしてください皆さん。もう12時だからね、今何時？うん、1時だよ。1時にこんな生地紙モデルが食べちゃってますよ、ステーキ。わかりません、時間の勝負だから。あやがこのニンニクの量はもう本当にビリーだけだからね。食べていいですか？どうぞ。醤油も美味しいんだよな。醤油も美味しいの。どうですか？やばい、やばい。いただきます。では一口目。熱いから気をつけて。絶対熱いよね、うん、やばくね、やばくね。うまー、めっちゃビリー。醤油ね、食べるのがうまいね。これほんとかけすぎと思ったでしょ。こうやって食べんの、ビリーって。久々でやばい。上がるね。マジテンション上がる。だって兄弟で食べてこんな上がってんだよ。やばくない普通に。ぜひみんな食べてほしい。え、マジでなんかその地元のフードって感じだよね。ソウルフードみたいな。マジで深夜に食べてほしい、みんなに。しかも店長さんとかも撮影 OK って言ってくれて、お客さんも誰もいない。最高のうめえが言える。わかる。外食でなかなか俺ら美味しくてもちょっと声を抑えてるね、いつも撮影で。ここ全力で出してるから今。てかマジで超幸せなんだけど。空腹ビリー最高。運転手も連れてきたかったね。ね、でもね、俺ら今ステーキしか食べてないんだけど、他にも美味しいのがあって、俺がおすすめするのはインディアン。うん、インディアンってやつはうまい。あのね、なんて言うんだろう、ステーキじゃないんだけどステーキを切ったやつっていうか、インディアンもめっちゃ美味しいです。わかる、インディアン。で、ハンバーグもめっちゃ美味しいです。ハンバーグうまい。あとはね、あんまり挑戦したことないかも。もうその3個をね、ルーティーンで回してる。多分それが王道だと思う、ビリー来たら。わ、幸せ。前あれから1日で頑張った日だもんね。俺今日さ、あまりにも遅かったから、あやの撮影が押しちゃって、
撮影断られると思ったの。まあ明日でいいじゃんみたいな、いつものパターンで。だから全力で説得しようっていう脳みそで考えてた。絶対こうやってもう俺もう全部話すからって言おうとしてた。そしたら全然なんか車でも全部話し合うからって、なんか嬉しいです。ビリのために頑張った。そうだから、だってあれか、あやって自分がテンション上がることだと動画めっちゃいい感じになるのよ。江戸川関連と晴れと、ランチはテンション上がる。もう晴れてる日に江戸川でランチしたらヤバいことになるよ。ちょ怖いね。それは見せません、みんなにはどうなっちゃうか分かんないで怖いね僕も。多分これを18時に動画上がるじゃん、18時に見た人は抑えれると思う。12時とかにこれ見ちゃった人ごめんなさい。ごめんな。でも12時に見てビリ開いてます。はい、店舗によるけどね。うん、ちゃんと気をつけてね。 Google マップでやってるってなっててもやってないパターンとかあるから、ちなみにまだ一口目の美味しさ続いてます。ほんとにすごくない？空腹で来ることをおすすめするね。何で空腹？あとあのサウナ終わり。うん、終わるよ。本当に終わると思います。あと2人とも今服確認したんですけど、お気に入りの服は NG です。ノット油すごいんで。まあ紙エプロンとかあると思うからそれもらってもいいと思うし。本までうまい。あとは弁当我慢して。いや我慢したの、えらい。あやが撮影でご飯我慢するのって相当珍しいから。いつもご飯食べる企画って分かってんのに朝ご飯とか満パンで食べるから。で、いやあやお腹減ってない始まるからね、いつも。これちょっとビリー引く人増えるな。だって幸せそうじゃん俺らの顔。それが一番なんだから。あとね、なんかねここいいんだよね雰囲気が。そう、もう最後の一切れだ。いただきます。最後までうまい。うんま、最後まで一口目の味。それってなかなかじゃない？なかなか。皆さん気をつけてほしいことまだあります。こんだけ時間経ってもそこからコーンをすくうとまだベロやけどします。これは冷ます必要があります本当に。コーンはたらーん、はい。お風呂も入ったし、このまま寝れる。確かに、もう最高の人生。失礼します。来ました、食後のコーヒーです。さっき車で話してたこの食後のコーヒーです。こちらこのね、インディアンコップみたいなので来るんだよね。どこの店舗もインディアンコップです。なんかさ、世の中のみんなさ、花粉がひどくて暗くない？暗い暗いよね。暗い、マジで暗い。今日もみんなに会ったけど、みんななんか辛そうだね。花粉ゼアできつかった。なんかみんな、ほぼみんな花粉症じゃない人ってね、本当に自分を褒めてあげて。すごいから。え、あや、花粉注射打った？ない。え、打ちたいと思わない？思わない。思わないんだ。じゃあ俺打ってくるわ。打ってくるからまだレビュー教えるわ。俺もう限界来ちゃったから。一昨日とか、普段はもう3時とか4時に寝るのよ、生活リズム的に。けど辛すぎて12時に寝た。もう起きてても辛すぎて、で熱の頭になるの。ちょっと揺らすとウィーンみたいな、痛い。もうなんでだろう。俺多分鼻にティッシュ詰めてるの。でそしたら鼻水溜まってきたんです、ずっと容量でも。あの脳が鼻水で包まれたの、溜まりすぎて。あ、逆にもう鼻水出すぎちゃって寝れないんだよね。寝れない寝れない、鼻息できなくて寝れない。純平はさ、普段口呼吸だからさ、いいかもしれないけどさ、全然寝れるもん。寝れるし、だるいけど寝れる。口呼吸っていうのがもうできなくて、無理やりでもで鼻で息するようにして。あ、うまっ。ほぼ麦茶です。コーヒーじゃなくて麦茶。コーヒーが苦手な人でも飲めるコーヒーです。え、マジです？いまだに僕はコーヒーが疑ってます。わかる。早速早速。美味しかったマジで。1、2年ぶりかも。マジのマジで。マジで、うん、それはテンション上がんない。さすがに、うん、だって順平より早めに完食したからね。まあ俺の方が量多いけど。けどじゃん。けどだね。けどでしょ。けどで、ちょうどコーラも1分のあの、終わるサイズなんです。全部が全部がぴったり。褒めすぎだろ、ごはん。あ、やべ、完食って言ってご飯一口、最後の一口残してた。いや、もったいぶったね。もったいぶるな。うん、フォークで食べるご飯好きなんだけど、わかんない。あ、でもちょっとなんかサイゼとかでもフォークで食べるご飯って俺好きなんだよ。ちょっとわからなくもないな。そういうところの米ってさ、大体平べったいやん。それをなんかこう、すくってあ、わかる。パリパリ、あ、もうみたいな。わかんないか。ビリ、ビリ来て。ちょっとわかる。うん、懐かしくね。懐かしい。これみんな来てみて。本当にこれ何の飲み物かわかんないから。コーヒーって言ってる。いや、コーヒーなんだけど、俺ら本当コーヒー飲めないの、二人とも。けど飲めるし。これは麦茶。じゃあコーヒーっつってる。コーヒーっつってる。麦茶です。え、コーヒーって。麦茶です。すみません。すみません。何回も飲んでる。麦茶です。麦茶です、これ。でも匂いがコーヒーなんだよね。まあ、一回、ビリー食べ方としては、一回弾丸で食ってください、皆さん。もう、勢いよく食って。喋っちゃダメ。喋っちゃダメです。で、このコーヒーでやっと会話。わかる。
それまではもうみんな喋らないよ、ね、マジでわかる。このコーヒーで喋るよね、やっと。うん、めっちゃわかる。でちょうどよく暑いからこれもガブガブ飲めないからちょびなになにちょびなになにでなくなった頃に帰るかなります。飲み終わって帰るかでしょ、これは。ビリーのお手本しちゃったね俺ら、うん、完全なる。これで江戸川に人がたくさん来てくれると嬉しいな。でこうお会計はテーブルとかじゃないです。だいたい江戸川区の女は男と来るので、うん、お会計はしたことないです。はい、でも女だけで来てるのか俺聞いたことない。見たことない、本当に。前も女だけでは来たことない。だからやっぱ男子誘って車出してもらって、うんうんうん、行って。そうだね、ご馳走してもらって、うん、ビリーぐらいだったら全男を奢りたいから。いやでも意外とそれを2300円もするからね。2300円か、うん、もう割とか高校生とかからしたら、うんうん、高校生の時は来たことない。高3ぐらいは来てた。でも大学生ぐらいだったら2300円ぐらいは正直全然余裕でしょ、居酒屋おごりより。最近知ってる、あの西葛西の映え居酒屋でした。あ、なんからしいね、韓国系でしょ。ネオンの、ネオンの、そう、うん、友達みんな行ってる。あ、やっぱ行くんだ。行ってる。じゃあ一回ごちそうさましましょう。せーの、ごちそうでした。よし、美味しかった。美味しかったね。まあ最後軽く車でいろいろトークして。え、ここで終わらないの？あれ、もうみんな十分でしょ。ビリー食べて、なんかだんだん声も小さくなってます。もうあや就寝モードに。あ、スイッチ切れた。はい、あやがスイッチ切れました、はい、まあみんなも見ててわかるか。なのでこんな感じで動画終わりたいと思います。まあそのまあおさらいすると今日の一日、まああやは仕事お仕事頑張ってお腹空かせて、はい、まあ今日は 3.11 だから、はい、まあこれ大事な日だからみんな 3.11 忘れないで家族を大切にしてください、はい、でビリー来て、まあ店員さんもすごいあったかくて、江戸川区のビリーにみんな遊びに来てみてください。ということでこの動画を受けたまたチャンネル登録、高評価、コメント、無断転載お願いします。じゃあねー。 Yeah, I'm not gonna lie, 다들 하지 뻔한 이야기, her brain fried. My lady popping zany, other lady popping molly. Why she waiting on me? 여기 나의 area, 여기 my area. Hey, okay. いやー、すみません、ありがとうございます。夜遅くに。うまかったわ。美味しかったー。ちなみにコーヒーです、それは。コーヒーか。お姉さん、これ。でも、お兄ちゃんじゃないもん。でも、コーヒー飲みたいってなって、これ飲みますか。飲みます、飲むよ。あ、飲むんだ、それ、じゃあ、じゃあ、コーヒーだわ。コーヒーです。コーヒーなんだ。何回突っ込もうと思ったか、やめました。でも、飲みやすすぎるんですよね、このコーヒー。うん、そうですよね、僕もコーヒー飲めないんで。飲めますね。飲めるんで、全部飲めちゃう。どうしよう、これでマジ寝れなくなったら。確かにギンギンでコーヒーニンニクとかギンギンになっちゃって。ニンニクと寝れなくなるよ。やばすいません、お会計もらってもいいですか。そうです。よいしょ。